ルリア・アレクサンドル・ロマノビッチ・ルリアは、ソビエト連邦の心理学者。聖は、ルリアとも書かれる。レフビゴツキーらと共に、文化歴史心理学を創設したほか、神経心理学の草分けとなった。失語症や共感覚に対する詳細で個別的な、臨床観察、症例研究を通じ、工事の精神機能に関する、独創的な著作を残した。帝政ロシア時代の火山で、 ユダヤ系の両親のもとに生まれた。父親は消化器系を専門とする医師であった。8年生義ムナジウムを6年で修了し、1918年に火山大学へと入学した。ロシア革命直後の大学は混乱期にあり、すべての希望者に門戸が開かれた一方で十分な教育を行える状況にはなかったため、大学ではおのずと学生主導の活動が支配的となった。 ルディアは、こうした社会の変革を目の当たりにする中で、社会を形作る人間心理の役割に深く関心を持つようになった。文都に始まる、内観的で還元的な思考を持つ、心理学が人間のリアリティを射掌してしまうことに飽き足らず、ディルタイに共感する一方で、ビンデル・バントが法則定律的と個性技術的なアプローチとして区別したこれら両者の対立を乗り越えた。 心理学が必要だと考えるようになった。1921年に大学の社会科学部を卒業し、1923年、クルプスカや名称共産主義教育アカデミーで研究活動を開始した。1925年より、モスクワ大学心理学研究所で、コンスタンチン・コルニーロフの助手、後には一般心理学研究室の主任となった。 1920年代ルリアは、この研究所で、レフ・ビゴツキー及びアレクセイ・レオンチェフと共に、文化的及び歴史的視点から、精神発達を論ずる文化歴史心理学を創始した。1928年に、劇場的反応の研究における随伴運動の方法を発表し、1930年に行動の歴史に関する指論をビゴツキーと共に、表した。ソ連国内に、 粛清の嵐が吹き荒れた1930年代には思想上の理由から大学での心理学の教員の地位を諦めモスクワ第一医科大学へと入学して1937年に教育学の1943年に医学の博士号を取得した第二次世界大戦中は脳障害のリハビリテーションを専門として軍医を務めた1944年より モスクワの脳外科研究施設に勤め、脳損傷などから得られる医学的知見と心理学とを融合した学問分野神経心理学を創始した。1945年にモスクワ大学の心理学教授に就任し、1947年に外傷性失語症を発表した。しかし政治的圧力、 とりわけハンパブロフ主義であるとされたことによって、ここもやめざるを得なくなり、1953年のスターリンの死後、ソ連の政治状況が緩和された後になって、モスクワ大学教授として、学者としての活動を再開した。その後1977年の島で、心理学的症候群としての分析法を探求した。ルディアは、神経心理学の草分けの一人とみなされている。 失語症と子供の精神発達における言語の役割とに対する先駆的研究によりルリアの名声はソ連国外において高まり、ソ連においてもリハビリテーションの第一人者として有名になった。クルトレビン、ジャンピアジェ、オリバー・サックス、ジェローム・ブルーナーといった国外の著名な学者とも親密な交流を持った。ルリアは臨床医学が症候群として、 病気の全体像を捉えようとするのに習い、心理現象を別々の特性としてではなく、対象者の心理的生活全般の変化に関わるものとして、その構造と因果関係を捉えることを重視した。特に、共感覚による得意な記憶力を持った、ソロモンシャルシェフスキーを扱った1968年の偉大な記憶力の物語と、 記憶喪失者レフ挫折キーの個人誌を扱った1971年の失われた世界の2つの著作ではこうした個別的で具体的な長期にわたる症例の報告と分析が扱われている。ルディアはこうしたアプローチをマックス・フェルボルンが述べたロマン主義科学の復興を目指すものだと述べている。ありがとうございます。